宇宙人に聞いた人類は昔ロボットだったですね。まあ、今回も、宇宙人のタキオンさんに、いろいろとお話を聞いてきました。で、今回話してもらったのがですね、人類の進化についてですね、まあ、ロボットのようなトランスフォーマーのような機械から進化したんじゃないかという、ことでして、で、それがどういう意味なのかというのと、あと UFO と水の関係について話を伺ってきましたので、ご覧ください。まあ俗に言うと、なんか機械化みたいな話もありますけど、進化として機械化っていうのは退化なんですよね。もともと機械的な生命体があって、そこから進化してきているんです。じゃあ人間も機械を経て人間になっているってことですか？ああ、そんな感じです。まあだから、まあ今例えば地球でではないですか、はい、人間は普通にコンピューターを開発していくと、どんどんコンピューターの技術が進んでいって、で今一番早いのはバイオコンピューターというものですけど、それと似たようなものだったんですね。つまりその何かが機械として作っていって、要はすげえ分かりやすいトランスフォーマーですよね。トランスフォーマー、はい、まんまあれです。まんまあれ、あそこから、まあ、要はだって魂が宿ってるわけではないですね、僕ら。あ、そうなんですか。魂と肉体っていうのはまた別なもんですし、はい、うん、肉体に宿るなら別に物に宿ってはいいじゃないですか。つくもんがあるとかそういう概念ですよね、はい、じゃあ機械があってもいいじゃないっていう話になるじゃないですか、はい、うん、で実は、うん、肉体の方が機械より複雑な構造ですし、ね、言ってしまえば、はい、もう分かりやすく言うと、もう皮膚がそうじゃないですか。センサーですよね、これ皮膚って。あ、そうですね。でこれを機械でやろうとしたら、体上にセンサーをつけなきゃいけないわけですよ、高感度。はい、じゃあその状態で動きが制限されますよね、うん、いろんなところにぶつけちゃいけないので、はい、でそんなことないですよね、はい、人間の体、うん、でしかも機械の体って風化とかしちゃいますよね、うん、肉体はそれがないじゃないですか、はい、うん、克服してますよね、はい、でやりながらその機械以上のセンサーまで得ているわけですよ、うん、はい、で、要は、ね、劣ってるって思ってしまうのは、要は、いろんな能力が本当は持ってるのに、ね、それをブロックされてるわけですよ。それを解放したら、もう間違いなく機械なんかでもはるかに生身で優れてるわけじゃないですか。っていう観点からも、機械を劣ってるわけじゃないですよ、ね、そして。まあ、第6巻、第7巻を含めたら、機械より全然優れてるわけですよね。だってテレパシーとかそういうのをするのにも何の機械もいらないじゃないですか。外部接続的なものが、はい、でできるじゃないですか、まあ、距離は問わないですよね、はい、そうしたら、で映像も送れるじゃないですか、なんなら未来予知もちょっとできちゃったり、感覚に立っていけばね、遺伝子的にそれを進化させることによって機械が肉体に置き換わった。どっかで要はバイオの方が合ってるってなったんでしょうね。だからそもそもそしたら水の話をしないといけないんですけど、宇宙のすごい根源的なものって水なんですよね、まあ、地球でもね、まあ、一応水はそうで、水って要はいろんな記憶をストックできるんですよ。よく言う言霊を宿すことができるみたいな。そう、なんかバカって言ったら腐ったみたいな。ありますね。はい、で研究でこう離れたグラス同士でもこっちに記憶したものをこっちに飛ばすことができるっていうのがバカって言ったんですよね。っていうのはもうそれってコンピューターですよね、水でありで、うん。まあ、そうですね。記憶の、ね、なんか記憶できる装置って感じしますね。 USB と変わらない感じしますね。そうそうそう、で、要は UFO の AI とかも水なんですよ。おー、なるほど。水、水、いや、それだけの要は情報量があって蓄積されてて、要は水だから機械じゃなくてスペックがすごいですよね、容量は関係ないです。それが要は宇宙中とつながれるってなってエラー起きないですよね、絶対的なカーナビだから。それがないとワープできないですよ。誤差が出ちゃったら気の一人しかないですよ。
だから水が使われてるんですね。でなった時に機械と人間どっちが水にするって話なんですよ。まあ、人間機械濡れちゃまずいし、適してないですよね。まあ、むしろ人間は水でできてますよね。そうなんです。そこが基本なんですよ。ということは水に妊婦できるのは明らかに機械より人間ですよね。はい、ここから先って水ってすごい注目されていくというのですか、はい、これ喋っちゃっていいのかなって感じですよね。そういう観点からも機械ではないですよね、うん、そういうのとじゃあリンクしていくにはどうなっていくってなったら、まあ、やっぱり肉体のアンバカあるいは肉体でありながら意識体とか要はアストラルとか、うん、そっちが進化していかないと難しいですよ、ね、なるほど。機械 NG のわけですから水とは適応できないんですよね、うんうん、そういう中に宿したとしても、うんうん、ちょっとなんか苦しいんですよね。あ、なるほど。水が入った部分があったとして、それと通信できたとしても、全身で受けれる肉体と、もうある部分でしか受けれない肉体とってなったら、これ水の AI とかができてくるのはいつ頃なんですか？まあ、まだまだ最近じゃないですか。研究はされ始めたっていうのはありますけど、まあ最近なんかいろいろ。なんか DNA にデータ記録したりとか、大腸皮膚データ記録したりとか、そういう使われ方はちょっとずつしてきてるんで、バイオモノが、記録の媒介装置があるっていうのが大体分かってきたってぐらいが、今の地球の最先端ですから、まあ、ここから進んでいけば、これ、膨大な量、コップ一杯ですごい記録できるとか、分かるのかなと思います。あ、もちろんね。ただもうそういうのって、映画でも出てきてるんですよね。はい、あ、そうですか。特にアベンジャーズが顕著ですよね。アベンジャーズ、インフィニティウォーで敵が来るじゃないですか。はい、輪っかの最初の時にソ連に行ったと、はい、あの後連れ去られるじゃないですか。はいはい、あの時のスクリーンに水ですよね、よく見たら。ああ、敵の宇宙船がね、はいはい、もう出てきますよね、はい、水を使ってるみたいな。あそこで、あとキャプテンマーベルにも、キャプテンマーベルの星の要は AI みたいなすごいのがある、はいはい、あれ水ですよね、水でしたよ、はいはい、っていうことなんですよ。あ、なるほど。もう出てきてますよ、実際の情報。その映画にその未来の情報とか、うん、その宇宙の真実が混ざってるっていうのは、うん、どういう感覚なんですか？まあ、だからそれを分かった人がメッセージとして作ってるか、あるいは知らず知らずに感じ取って作ってる、はい、でそのやっぱ今、ね、ハリウッドがどんどん言われてるじゃないですか、はい、このご時世ね、だからそこと絡めちゃって、うん、全部そうかって言ったらそうではないですよね。まあまあ説明をすると、ハリウッド自体が実はその悪魔崇拝教者たちのもう巣窟になったと、うん、でそれでそのまあハリウッドの俳優から女優から監督までみんなその実は悪魔崇拝の悪いやつなんだみたいな風に見る動きもありますよね、うん、でまあそれがまあ実はミスリードだったりもするかもしれない、うん、まあ真実かもしれないけど、うん、じゃあそれとは別にその情報をどう自分が取るかですよね、うん、ああ、なるほど。これメッセージだと取るか、はい、あどうせプロパガンダだろって、うん、ミスリードだろって取るか、うんうん、そもそも見ないか、うん、洗脳だとかっていう、はいろいろ選択肢あると思うんですけど、うん、確かにでも可能性は無限なわけだから、うん、一旦受け取るのは受け取った方がいいと思うんですよね、うんうんうん、そこは、はい、もったいないんだよね、うんうん、最初から亡き者にしてしまったので、うんうん、確かに。で出てんだったらその意図はあるのかもしれないですよ、うんうん、何らかの、うんまあ、でもいろんなことと合わせてって、うん、あこうかな、こうだったらいいなって思った方がハッピーじゃないですか、はい、でくらいでいいと思うんですよね、真実は何のことか、はい
追求してっていうのは結局そのソース自体がもう最初がフェイクのこともあるじゃないですか、キリがないんですよね、それを追っかけてっていうのは。だからそれはそれでその場は受け取って、違ったら違ったっていうことが出てくると思うんですよ。じゃあそこで、あ、違ったんだって思えばいいんだけですよ、個人個人っていうぐらいにとどめといた方が、まあ、成長も学びもあるのかなって感じですよね。